さん、こんにちは。シンデアの役場、ケンタです。ケンタさん、501本。今日はケンタッキーフライドチキン、トーポーと見せて、今日は初めての健康診断、野球者対象の健康診断を語ります。では、乾杯。じゃあ、食べながらすみません。うん。ま、緊張しました、正直。はい。血圧が意外と高いです、実は145はびっくりしました。まあ、他にもあって、視力も、まあ、落ちてしまって、ね、はい、しょうがないですよ。うん、視力まさか耳 0.2 はびっくりしました、私。しょうがないです。目が悪いです、そもそも。うん。身長と体重言います。身長はまあ、170センチ台、まあ、後ほど言いますけどもね、はい、体重はまあ、ちょっと増えたかなと思ってます、はい。他は何でもなかったんですけど、視力と血圧、私弱いです、そもそも。はい、すいませんね。というわけで、まだ以上ではないですけど、ケンタッキーのあの、冬の限定のパイのやつ、デミグラスを選びました。いただきます。うん。ほんまにええやつやん。うん、濃厚。冬はやっぱパイですね。はい、以上です。バイバイ。